私も絶対にスタートだと思うんですけど、これでスタートはないだろうって。何ですかそれ、私が選んだからダメってことですか。でも2月スタート、2月がスタートしましたって言いたいですよね。絶対スタートでしょどうしようこれで外れたら。スタートじゃないんでしょうか。でも暖かないですもんね。ちょっとスタート以外の文字を探してます。そうです、逆にスタート以外に共通項があるか見てます。南風が入っている。風向き見ますかこの席での特権はデータを見ることができるということです。以前でしたら、前の、ね、スタジオでしたら見ることができなかったんですよ。ちょっとじゃあ見ていいですかね。じゃあ15時くらいにいただいていたので、まずは、あ、でも南風だな。山梨県は7時にいただいてましたけれども、午前中も見ていきましょう。南風ですね。どうしよう結構南風の場所多いですよね。すごく南風なんですよね、一コも広い範囲で。うわー、どうします。分析してます。でもあれですよね、スタートだったらもっと上位な気がするんですよ。だから南風ですか。スタッフの性格や表情もヒント。いや、ちょうどね、影に隠れて見えないんですよ。それでもスタートじゃないのと疑心暗鬼に陥ってます。これは悩ましい。絶対スタート、いや、まあここまでやって外すのが私ですか。まあ、絶対スタートだよ、乗っかりましょうか。絶対スタートだよ行きますか7位は絶対スタートだよ行きましょう。正解はスタート、はい。おー来ましたよ。やっぱりもう自分の直感を信じた方がいいってことですよ。絶対イズムもいいですよ宇野沢さんいかがですか。いいと思いましたか今の今のやっぱ絶対って瞬間にダメだと思ったんだよね私も言った時に、いやこれダメかなと思ったんですけど、意外と良かったですね、解消できましたよ。まあ、でも一応ほら、はい、それまでにこの分析があってね、それを持っての絶対なんで、はい、頭から何も見ずに絶対とか言うとダメなんですよ、うん、はい、ちゃんと分析したらいいってことですね。そう分析せずに、はい、絶対ほにゃほにゃとかねそういうのはね、ダメちょっと ね今リボンさんの絵文字もありましたけれども、ね、でもあやじさんも考えた結果だと思うんですよそれは本人に聞いてみないと分かんない。ちょっとご本人に、ね、問題見る前から言うからねそうなんですか。そう、あのリボンで見る前からこれが出た段階で、はい、絶対なんとかランキング表ですね。もうその段階でもうね、論外そんなまあでもこう、あやちさんが帰ってくることを私はすごく待ってるのでまたリポート内見るお姿を楽しみにしております。あやちさん、いつもありがとうございますありがとうございました、小野沢さんではこの後30分に番組を再開いたします。